今回はこの2021年シーズンでプロ10年目を迎える北海道コンサドーレ札幌荒野拓磨選手について紹介します。昨年11月に腓骨骨折及び左足首靭帯損傷の大怪我を負いながらも今季見事な復活を果たしているリーグ屈指のハードワーカーの横川です。小学生時代に東川下サッカースポーツ少年団でサッカーを始めた荒野選手には当時憧れの存在がいました。2学年年上のチームメイトで後に札幌や蒲田周り讃岐で活躍した古田博之さんです。ずば抜けたテクニックを持つ古田さんに荒野選手は魅了され、その後古田さんがコンサドーレ札幌 U15 にスカウトされたことから自身も札幌でのプレーを目指しセレクションを受けて見事に合格します。再び古田さんとチームメイトになったと同時にここから荒野選手の札幌でのキャリアがスタートします。札幌のアカデミーに加入してからの荒野選手は持ち前の向上心でメキメキと上達、より一層サッカーにのめり込んでいきました。しかし年齢を重ねるとともに荒野選手の心には一つのことが浮かんできます。このままここでサッカーを続けていてもいいのだろうかということでした。両親が離婚し女で一つで育てられた荒野選手が家計を心配するようになったのがその理由です。その思いを母親に伝えると心配しなくても大丈夫だからときっぱり、結果荒野選手は札幌 U18 に進み選手として成長を続けていきます。その一方で荒野選手のお母さんはこの頃から仕事を増やしていたそうです。それを陰ながら知っていた荒野選手はプロで活躍して母ちゃんに楽をさせてあげたいと思うようになりました。高校2年生の時に2種登録選手としてデビューを果たすと高校3年時には翌年のトップ昇格が未確定ながらもトップチームへのフル帯同をクラブに志願しました。トップチームの厳しい環境を知ることでより自分を磨き上げていきたいという思いがあったのです。そのために通信制の学校に転校もしました。ちなみに2種登録選手の時にアウェー戦のメンバーに選出された際は学生服姿で遠征に帯同し、その初々しい姿が地元メディアで報じられたこともあります。2012年から晴れてトップチーム昇格をつかみ取り念願のプロになることができた荒野選手、この年は J1 で3試合に出場します。また翌年からは早くもコンスタントに試合出場を果たすようになり着実にチームの中心選手になっていきます。そうして成長を続けていた荒野選手でしたが、自分にとって一番のコーチとする存在がいます。それはなんと母親です。試合が終わって携帯のメールを見るといつもなんであんなところでミスするのとか、なんでシュート打たなかったのといった手厳しい文章が届くそうです。毎回本当に厳しいそうで、今日は褒めてくれるだろうという時も叱られているそうです。オフシーズンに時間があった際にはブラジルやメキシコといった国へ武者修行にも出向きました。中南米では選手たちが本当に生活をかけてプレーしている、自分も同じような気持ちでプレーしなければいけない、そういった刺激を現地でもらいましたと振り返る荒野選手。とにかく勝ちにこだわる荒野選手のスタンスはそうした場でも磨かれていきました。どんな場面でも走り戦う荒野選手のプレースタイルは監督が変わっていく中でも常に評価を受け、ボランチ、シャドウ、ウィングバックなどあらゆるポジションで起用され、そしてハードワークでそれに応えました。リオデジャネイロオリンピック本大会の出場は叶わなかったものの、同世代の代表チームには常に選出され、出場権獲得に大きく貢献しました。28歳になった現在は札幌の絶対的な主軸となっています。ベテランと若手とのつなぎ役が自分と話しますが、常に明るく振る舞う荒野選手はつなぎ役どころかチームの中心を担っているようにも見受けられます。試合中相手チームの PK の場面になるとキッカーに話しかけて集中力を削ぐような駆け引きをしている姿を目にすることもありますが、 PK が決まるとキッカーにナイスシュートと声をかけています。少しでも勝利に近づきたい、でも相手のファインプレーは敵であろうとしっかり称えたい、荒野選手はそんな純粋なサッカー選手です。荒野選手はピッチ外でもハードワークをしています。新型コロナウイルスの感染拡大が始まった昨年の4月、コロナ禍の影響による北海道内のフードロス問題を解消するために
レスキューヒーローというプロジェクトを立ち上げ、廃棄の危機にある食材の販売をサポートしました。現在この活動はチームの垣根を越えて全国のサッカー選手が活動に参加しています。今後も災害支援や人道支援などさまざまな方へのレスキューが必要になってくる場面が出てくるかもしれないと視野は広がっています。遠くの国では餓死する子どもも多くいる、フードロスと餓死が同時に起きるのはおかしいと、その言葉には熱がこもります。女手一つで育てられたサッカー選手が今プロサッカー選手になるという誓いを果たし、さらには社会貢献活動にも力を入れる立派なトップアスリートとして活躍中。今なお歩みを止めることなくプレーエリアをどんどん広げています。今後の新野選手に注目です。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。